皆さんこんばんは。1886年に出版されたジキル博士とハイド氏は、二重人格を題材とした作品とされ、日本でも広く読まれています。立派な医師として名声を持つジキル博士が善人、その別人格である醜悪な男、ハイド氏が悪人という認識が一般的だと思います。ところが、第10章のジキル博士による告白部分、原文の Henry Jekyll's First Statement of the Case を読んでみますと、ジキル博士は自分のことを混合体だと言っています。自分を善人と見ていないジキル博士なのであれば、果たして二重人格として捉えることができるのでしょうか。今日は二重人格と善悪をテーマにこの作品を見ていきます。はじめに、作者のロバート・ルイス・スティーブンソンについて見ていきます。彼は1850年にスコットランドに生まれた小説家、詩人、エッセイストです。代表作に、シン・アラビア・ヤワ、宝島、ジキル博士とハイド氏などがあり、宝島は子ども向け海洋冒険小説ですので、読んだことがある方も多いと思います。エディンバラ大学法学部を卒業しましたが、法律の道には進まず、若い頃に患った結核療養のために転地しながら作品を執筆しました。ジキル博士が隠し持っていた心の奥が告白されている第10章は、ジキル博士とハイド氏の中で最も重要な章だと思います。この第10章を読むと、この物語は二重人格の物語ではなく、ジキル博士の抑圧された本性についての物語だということがわかります。ジキル博士は自分の最大の欠点、これは抑えることのできない享楽性を指しますが、これを重い威厳を装いたいと強く願うがために必死に隠そうとします。ジキル博士は地位に見合った威厳のある自分にとって、快楽を欲する自分を人一倍恥ずかしく思い、自身の中にある善と悪を分離するために薬を飲むようになります。抑制していた悪が解放されて、ハイド氏が生まれ、ハイド氏が悪行を重ねても、薬でジキル博士に戻ってしまえば、善悪に悩まずに済みます。つまり、ジキル博士は、人間には善悪があって当然だと分かっていても、自分の理想を追うために悪を排除し、それが不自然であることも認識していたので、ハイド氏の姿が自分にとっては人間らしくも見え、ハイド氏としての自分に満足します。人間の中にある善悪の問題は、ジキル博士とハイド氏に限らず、文学作品の中で大きなテーマの一つだと思います。第6回の講義で出てきたミルトンの失楽園のサタンの話を再度お話ししますと、サタンはもともと神に仕えていた大天使でした。しかし、自分を差し置いてキリストを高位につけたことに嫉妬し、多くの天使を率いて神と戦い、地獄に落とされ悪魔となり、地獄の支配者となります。このサタンの例を見てもわかるように、善と悪は表裏一体で、ちょっとしたきっかけで善から悪、またその逆も起こり得るということが言えます。ジキル博士の告白が綴られている第10章からの気になる引用をここに載せました。ご覧の通り、ジキル博士は自分のことを不完全で二面的、複合体だとはっきりと語っています。つまり、自分自身が善だけでできた人間ではないことをしっかりと把握していて、
人間は善と悪が混在した存在だとも語っています。確かにジキル博士が言うように、私たちは善と悪を自分の中に持ち、それをコントロールしながら時には苦しみ、善悪のバランスを保って生きているのではないかと思います。対面を保つために自分の本性を隠し、自分らしさを捨てて生きている人が現代でも同じように多くいる中で、ジキル博士の苦悩は現代に生きる私たちの苦悩と変わらない点が多いと言えるのではないでしょうか。いつもご視聴いただきありがとうございます。次回35回目の講義は、未解決の切り裂きジャックについて解説しますので、ぜひご覧になってください。